今日の試合お疲れ様でした。これで、プレミアリーグ今年14勝4分け、はい、無敗で優勝ということですね。リーグ戦ちょっと振り返っていただきたいと思います。そうですね、本当に春先に優勝という目標を掲げて、スタートしたんですけれども、長い、ホームアンダーウェイの中でかなりいろいろ研究されたりもしてたと思うし、選手たちがブレることなく上を目指して戦った結果が、次のチャンピオンシップに進めるという結果につながったと思うので、そこはもう選手たちの成長をすごく感じたリーグ戦でした。いよいよ来週、広島との、はい、チャンピオンシップということで、それに向けての意気込みをぜひお願いします。そうですね、本当に2チームしか立てないステージで、全員でトレーニングした結果だと思うので、思う存分その成果が出せるように、で相手も本当に目標とするチームですので、いいゲームができるようにまた1週間準備して戦いたいと思います。サポーターの方もですね、はい、おそらく埼玉スタジアム応援に来られると思いますので、はい、最後はサポーターの方に、はい、そうですね、本当にヴェルディの応援してよかったなと、ヴェルディのレプリカを着てワッペンをつけて戦えて、よかったなと思えるゲームをしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。